鎌倉市山の内にある東日本旅客鉄道横須賀線の駅である。東京駅経由の総武快速線直通列車のほか、新宿駅経由で宇都宮線に直通する湘南新宿ラインも停車する。かつては一部の成田エクスプレスが繁忙期の休日日中を中心に横須賀駅まで延長され、当駅にも停車していた。また当駅には各路線ごとに 駅番号が与えられている。JR 東日本ステーションサービスが駅管理を受託している鎌倉駅管理の業務委託駅。改札口は常設1カ所と隣人2カ所の合計3カ所である。緑の窓口は2018年5月31日に営業を終了したが、代わりに同年6月16日より指定席券売機が設置されている。 相対式ホーム2面に線を有する地上駅。上りホームの鎌倉方端に駅舎があり、下りホームに移るには、校内踏切を渡らなければならない。この踏切の遮断機は長い間駅係員が手作業で遮断管を操作していたが、1990年頃に自動化された。上りホーム、鎌倉方にある駅舎の常設改札口には、 自動改札機が3通路設置されているが、朝の通学時間帯に限り、旅客が集中することから、鎌倉学園と北鎌倉女子学園の生徒に限り改札口を通らずそのまま外に出る臨時通路が開設される。なお、この通路は改札口扱いにはなっていない。下りホームの鎌倉方には常設改札口と同様に終日利用できる。 臨時改札口がある。基本的には出口専用だが、当駅からの乗車券やスイカ、またはスイカと相互利用している IC カードを所持していれば入場できる。自動改札機は設置されておらず、簡易スイカ改札機がある。また、当駅からの乗車券を持っていない人のために、屋根状に切符をお持ちでないお客様は、鎌倉方の踏切を渡り、 西口で切符をお買い求めください。という看板が設置されている。2013年から2014年にかけて行われたリニューアルバリアフリー加工時により、改札外側壁面に東口の表示が新たに設置された。もう一つの臨時改札口は同じく下りホームの中ほどに設置されており、平日朝の通学時間帯とゴールデンウィークなどの 休日の再混雑時のみの開設である。平日朝の通学時間帯は、大船高等学校専用改札口という名目になっているが、誰でも利用できる。休日の再混雑時は駅員による改札が行われ、現金に限って生産できる。なお、簡易スイカ改札機が2008年3月29日に設置された。校内に階段が多いことから、 バリアフリー化が計画された。このうち、校内階段部へのエレベーター新設、下りホーム、栗浜方の階段を、スロープ化し、大船方へ7メートル延伸、多機能トイレ設置等を行うなどの、バリアフリー化計画に基づく工事は2014年3月末に、完成した。2015年現在、引き続き、ホーム屋根の全面仮設工事を実施中である。 2020年度の1日平均乗車辞任は6351人である。近年の1日平均乗車辞任は下表の通りである。円楽寺シャリドの緑に包まれた山の谷間にある、円楽寺の境内に位置し、静かな住宅地に囲まれている。駅前には小さな商店街があり、観光客向けのレストランなどもある。駅前の県道にある北鎌倉が、 最寄りバス停、全路線への電バスが担当する、注釈出店、ありがとうございます。